画面越しからお花も焼きと、はい、ゆるく日曜日ですね、ゆるく日曜日ですねじゃない、ゆるく動画を、撮る日にします。はい、すいません。はいはい、今日の動画なんですけど、まあ、タイトルはねちょっと尖ってると思うんだよ、うん、タイトルは尖ってると思う。でもね、まあ、皆さん一度冷静になってみませんかと、なんかふと思ったことがありまして、メンバーの、キャラクターランクあるじゃないですか。キャラクターランクの条件までいってる方はちょっともう手遅れだと思ってるんですけど、控え室あるじゃないですか。控え室を全部プラスしたら、あなたが今まで回したガチャの数になるじゃないですか。多分ね。間違ってないよね、ガチャ以外で。あーでも最後にプラスで新規キャラを足し算しなきゃいけないんですけど、この控え室を全部プラスしたらあなたが今まで回したガチャの回数がわかると思いますので、冷静になって一度ね、うん、照らし合わせましょう。一回全部計算して、僕は今まで何回ガチャ回したんだと、9ヶ月か、プロセカがリリースされて9ヶ月経ちますが、こんな感じで初音ミクの控え室、今現在僕245ですので、245プラスみたいな感じで計算していきます。はい、違うわ、詳細まで見ます。233回ですね。233プラス57プラス72プラス という感じで、すでにちょっと震える回数ガチャ回してたんですけど、まだそちらの方は発表せずに、プラスで初期の星3、星2と星4キャラの枚数も足していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9×1、2、3、4、5、6、7、65、66、67、70枚星を持ってた僕。70枚星を持ってた。はい、出ました。僕が今まで回したこれガチャの回数になるですね。4063です。4063。4063。1回のガチャが、300円ですよね、これ。ちょっと考えるのやめます。ちょっと考えるのやめます。まあ、一旦冷静になって、課金ちょっと抑えた方がいいよな。うん。まあ、そもそもなんでこういう動画を、まあ、撮るのかって言ったらね、ちょっとま、イベント走ってる方とかと、まあ、よくお話しする機会があるんですけど、まあ、聞いてくださいよ、みたいな感じで。まあ、自分の課金額計算したら、中古の車買えますわ、みたいな話をされて。僕もなんか、多分僕も買えちゃうなっていう話をしてて、中古のね、中古の車買えちゃうな、みたいな話をしてて。一旦冷静になってね、うん。まあ、課金を抑えようっていうね。ああ、そうなんですよね。カラフェス7月5日まで。うん、カラフェス7月5日前だ。明日までですね、カラフェスが。はい。ということで、まあ、これはしょうがないですね。カラフルフェスティバルが明日で終わるんで。はい、よろしくお願いします。はい。はい、みっ、お、待って、落ち着け、僕。落ち着け、落ち着こう。え、1枚は見えてる。1枚。星3もあって、1枚、1。みんな。聞いてほしいの。あー、準決勝ありがとうございます。課金はほどほどに。